一方ダブルエースの一角寺本明日香、中京大学2年生、平均台の演技決勝です。組み合わせは4カ所予定していますので、そこをどこまで攻めた演技になってくるのか楽しみです。ダブルターン、もここは一つにしてきましたね。ですね、つなぎませんでしたね、はい、ここからも連続技です。オノディ D 難度、つなぐことができない、はい、ただ落下は免れています。前方伸身宙返り、そして前後ジャンプ、ここはつながったか、はい、抱え込みの速報宙返り D 難度、もう一つ連続技挑戦してきます。ここは交差跳びの2分の1 D 難度、はい、ここですね、連続技決まるか、交差跳び C 難度から速報宙返り決まりましたね。ここはしっかりと着台しています。最後降り技は F 難度で降りてきます。しなやかな表現力を見せて、はい、着地を大事にしてほしいです。この3回ひねり F 難度成功です。寺本の記録は 14.475、 しかしその